行け勇者よ、私たちの世界を救いなさい。もちろんです、アリスは仲間の期待に応えます。光、光よ、かっこいいぶっ飛べ、そのまま死ねそれじゃダメだろお疲れ様です、ムービンです。今回もブラーカイブのゲーム実況やっていきましょう。前回のパートは、だいぶ3章も佳境っぽいんだよなというところで、とうとうウトナピシティムが飛びました。はいウトナピシティム発進ということで、とうとうメンバーも揃い飛びました。ただこれを起動すること自体にちょっと代償があるっぽくて、先生が倒れてしまったというのが前回のラストでありました。はい、今回もやっていきましょう。始まりの物語というパートでございます。やっていこう。何か意識を失った先生が見る景色とか何かがあるんですか。プロローグで生徒会長さん、連邦生徒会長さんと喋った列車、この電車に来ましたね。あ、これは聞いたことある。これはこれフォース PB で言ってるよね、連邦生徒会長。はい、ボイスあるんだ。私の選択、そしてそれによって招かれたこの全ての状況。声アルナちゃんと一緒じゃね。でもアルナちゃんって正確にはあのあれなんだよな、合成音声なんだよな。やっぱ自分を模して作ってんのかな。この結果にたどり着いて初めて、あなたの方が正しかったことを悟るだなんて。一応 BGM 小さくしてるんだけど、声のバランス的にどうだろう。多分 BGM の方が大きかったらごめんね。この結果にたどり着いて初めてあなたの方が正しかった。この時から先生はいたのかな。なんか僕のさ、前回のパートのラストでも言わせてもらいましたけど、あの連邦生徒会長がいた世界ルートみたいなのがあって、タイムリープしてんじゃねえのみたいな話をしたじゃないですか、最後に、前回のパートで。ことを考えると、その時にも先生はいたんだけど、自分自身の存在が一番邪魔だったっていうことを言ってんのかな。今さらずうずうしいですが、お願いします。うん、もう一度あなたは同じ選択をするだろうみたいなことを言ってたよね。ああ、名前呼んでるな。私がいなくてもあなたはこの選択をしてくれるみたいな。きっと私の話を忘れてしまうでしょうが、それでも構いません。これプロローグでも言ってたよな。何も思い出せなくても、おそらくあなたは同じ状況で同じ選択をされるでしょうから。同じ状況で同じ選択ですから、大事なのは経験ではなく選択。別に知識を持っていることは重要ではないっていうことだよね。タイムリープを仮にしたみたいな話を僕は何回もさせてもらってるけど、その時の知識があることではなく、その経験を持っていることではなく、その都度その都度の選択が大事だっつって。あなたにしかできない選択の数々。うん、責任を負うものについて話したことがありましたね。うん、聞いたことある。これはあの時の私には分かりませんでしたが、今なら理解できます。大人の責任を負うっていう話を逐一この先生はするよね。大人としての責任と義務、そしてその延長線上にあったあなたの選択、それが意味する心ばえも。ん？心ばえ？ここは初耳な気がするぞ。なんだ？お、フォース PV で見たやつよ。これ何なんだ？このバッドエンド演出は何？やっぱあるの？その選択が。あれもあるか、そりゃ。平行世界的な話をしてて、多次元宇宙が存在するんだから。なんでこのシーン急に連邦生徒会長の声ちっちゃくなった？はい。うわ、めっちゃ綺麗。この絆を。絆？ああ、生徒との絆？私たちとの思い出、過ごしてきたその全ての日々をどうか。お、顔映った。
え現実に引き戻された急に。な、何いや。同じ。僕の感想もな、何だよ。多次元解釈システムにエラー発生。ウトナビシティムの状態が箱舟と一致しません。どういうこと？システムの故障？いえ、これは。ずるじゃん。なに、お前、じゃ、パー出すの？俺チョキ出すわ、みたいな。じゃんけんでずっとアイコを出し続けなきゃいけないゲームみたいになってる。お前パー出すの？あ、じゃあ俺グーに変えるわ、みたいな。いや、俺もグーに変えるわ、みたいな。違うわ。値が変わったのはアトラハシースの箱舟の方よ。小賢しいことしやがるぜ。おめえも変えれるんかい。リオ会長？そんな、ありえません。アトラハシースの箱舟に変化が。まさか私たちから逃れるために。私たちが認知している多次元ではなく、別の新しい軸を作ったのね。そんなことできんの？二次元の存在に対して三次元の説明ができないのと同じように、私たちには知覚できない次元へと対比したのでしょう。ああ、そういうこと？二次元からは三次元が見れない。三次元からは二次元は見えるけど、三次元から四次元は見えない。その理論。言われたらなるほどってなるけど、そんなこと可能なんですかって突っ込みたくなるタイプのやつ。そんな。多次元解釈を凌駕するほどの計算、増差もないと。まさか、今までの分析が全て、無駄であったと。どうなるの？勇者の資格？アリスちゃんの出番やん。アリスちゃん？でも、無理やって。無理やって。スーパードバでも無理やって。力技でどうにかなるとかそういう話じゃないでしょ。だって同じ周波数に振動値にしないとみたいな話だったじゃん。たどり着けないってことだよね、このままだと。そんな。では私たちが戦ってる相手は一体。そっか、このまま入ったらまずいのか。戦艦のスピードを落としてちょうだい。このままではあの変形した多次元バリアに衝突してしまうわ。やばい、終わる。連動しなくなってしまった状態で突入すれば、私たちは未知の次元に取り込まれるか、そのまま粉々になるかの二択よ。あのスピードを落としたとしても衝突は避けられません。もう間に合わない。相当加速してるって話だもんね。相当な速度で移動したんでしょ。なんか気づいたら一瞬で700何メートルみたいな。少なくても音速は超えてそうだよね。他に何か手立てはないのでしょうか。ないわ。あれは科学ではなく一種の概念と化している。あの状態を瓦解させる手段は現状存在しえない。ただ一つの方法を除いて。なんかあんの？それを言えよ、リオさん。あれがアトラハシースの箱舟という概念をコピーしたものであるのなら、あれに介入できるのは。お、オリスちゃんの出番や。ここで勇者召喚つってフィールドにアリスを召喚するぜつって。いけるんか、それで。でも同一の存在である箱舟だけでしょうね。同一の箱舟？まさか。いきなり何の話？箱舟なんてどこにも。いえ、それだけはいけません。それ以上そんなことをしてしまえば。ダメなんか。アリスちゃんを使うことはまずいのか。なんだろう、僕がそのアトラハシースの箱舟を召喚すること？ん？アトラハシースで合ってる？アトラハシースの箱舟をアリスちゃんが召喚することがどういうことなのかいまいち理解できてないから、アリスちゃん行けみたいな気持ちだったけど、ダメなんだ。ひまりさん、ビッグシスター、あなたという人は本当に。衝突6分前、喧嘩してる場合じゃありません。何でもいいですから早く。クソ怒ってる。アリス理解しました。あ、アリスちゃん。あ、アリス。リオ会長、こんなところにいたんですね。もう一度会えてよかったです。アリスちゃん。え、会長？というか姿見せないでドローンを送るってどういうこと？アリス、私は。はい、分かっています。この状況は名もなき神々の王女であるアリスの力が必要なんですよね。同じ同等の力じゃないとぶつかれない。でも、大丈夫なのか？キーはケイちゃんは？あ、でもあれか。なんか、ケイちゃんは言ってたけど、ウトナピスティムの箱舟って、元舟か、元舟って、なんかアトラハシースの箱舟と対になる存在というか、お互いが目立ってるから、なんか、このまま乗ってたらやばいみたいなこと言ってたけど、全然大丈夫じゃん、今この状況下においては。でもアリスちゃん。
だダメだアリス、またあんなことに。そうだよね、またなんかケイちゃんに操られるかもしれない。みんな少し落ち着いて。どうなんだ、でもどうなんだそれは、ケイちゃん的にはどうなんだ。いや分からん、なんかアリスちゃんが王女の力を使ってアトラハシースの箱舟と接続すること、あのコピー品をどうにかすることがケイちゃんにとってはどう思ってるのか分からんからな。アリスの言葉を最後まで聞こう、まあ、アリスはどうなりたいかって選択権を持ってるっていう話を先生はしててくれてたからね。うん、アリスちゃん言いたいこと全部話してほしいな。6分しかないぞ、大丈夫か。はい、桃井、緑、ゆず、そして優香、ひまり先輩、リオ会長、先生。先生はアリスのなりたい存在はアリスが決めていいと言いました。アリスは名もなき神々の王女で、ゲーム開発部のメンバーで、ミレニアムの生徒で、シャーレの生徒です。アリスは魔王で勇者です。アリスはアリスが望んでいるアリスです。だから名もなき神々の王女として、ケイにお願いをします。ケイ、力を貸してくれ。どうなるんだ、力を貸すっていうことになるのかよくわかんないっす。アリスの中にあるアトラハシスの箱舟で今の危機を解決できるのなら、それで世界を救えるのなら、アトラハシスの箱舟は世界を滅亡させる兵器ではなく、世界を救う勇者の武器になれます。アリス、それはそれで世界を救えるのなら、アリスはそれを望みます。そうすればひばり先輩はこれ以上リオ会長を恨まなくてよくなります。あー優しい、ちょっと泣きそう。ここそっか、アリスちゃんはリオ会長のことも心配してたんだね。そしてリオ会長は自分自身を恨まなくてよくて、隠れる必要もなくなります。私自身アリス、それがアリスの勇者の使命ですから。え、ダメなんだ、まずいことが起こるんですか。それでなんか結構ポジティブなことに捉えてたんだけど、自分の存在がまずいことになるのかな。 いえ、なりません。ウトラピシティムの元船が起動した時、あなたが奇跡的に無事でいられたのは、あ、先生に、なんか、あ、先生が頑張って制御したんだ。すべての報いとその傷をあの大人がかぶったからです。え先生死ぬんか、先生死ぬんか。ですがそれも間もなく終わりを迎えるでしょう。あの大人は傷に耐えきれず生を終えることでしょう。そのような状況で再び箱舟を生成するとなれば、それは王女よ、あなたは、あ、来た、ケイ、王女なりません。ここで箱舟のプロトコルを再起動したら、あなたはケイ、ごめんなさい。なぜですか、なんで謝んのみたいな。え、あなたに謝りたかったんです。なんで、どういうこと。ああ、そういうこと、突っぱねちゃったよねって。もっと理解しようと話してあげたらよかったのに、怖いからっつって目を背けちゃったから。確かにね、そう、それはそうだったかもしれんけど、アリスはケイを理解できなかったから拒絶して目を背けました。ケイから逃げようとしました。ケイのことが怖くて恐れていました。目を背けるべきではなかったのに。理解できないとしてもケイと向き合うべきでした。ああ、泣きそうになってる、ケイさん。アリスはケイのことをよく知らないので、ケイの立場になって考えてみたのです。世界を滅亡に導く鍵であることがケイの存在理由なら、きっと苦しかったと思います。そっか、その存在意義を否定しちゃったから。だからケイもずっと苦しかったんじゃないのかなとアリスは考えました。とか、自分がその立場だとしたら苦しかったと思ったから、ケイも苦しかったんじゃないのってことか。王女よ、私は自分のなりたい存在は自分で決めていいと先生が教えてくれました。ケイもケイが望む存在になることができます。誰かに許可をもらう必要もありません。自分で
考えた時にケイさんは何がしたいんだろう。だからアリスはケイという名前、とてもいいならと思います。ケイは間違えて読んでしまった名前です。アリスの名前みたいに。そこには特別な理由も目的も意味もありません。うわぁ、泣きそうになってる。だから世界を滅亡させる私という存在がこれ以上苦しまないでほしいと考えているのですか。読み間違いだから、キーさんとして、キーとして課せられてる任務がない。なんつうんだろう、ケイって読み間違いだから、キーとは別のものとして名付けをされてるじゃん。だから何も課せとかがなくて、自分の責務とかもないケイとして何がしたいのって聞いてくれてんだろうね。私を助けたいと、そういうことなのでしょうか、王女よ。アリスは、アリスが誰かを助けられるような存在なのかは分かりません。アリスは見習い勇者ですから。でも誰かを助けたいと思う気持ちこそ勇者の資格であると信じています。ケイは何がしたいんだろう。それでもやっぱ世界滅ぼしたいんかな。あ、目が赤くなってる。起動開始。え、あ、アリス。あ、アリスちゃん。アリス、いえ、これはキー。いえ、待ってちょうだい。コードネーム AL1S 起動完了。プロトコルアトラハシース。まあ、これだとなんて読むんだろうな。アトラハシースなのかな。を実行します。な、アリス。大丈夫なのかな。不安だよな、周りからしたら。大丈夫。アリスを信じよう。あ、アリスちゃん。アリスちゃんなんだよね。はい、アリスは大丈夫です。ということは、名もなき神のケイ。名もなき神のケイ。あ、名もなき神が作ったケイという存在って言ってんのかな。を服従させたのね。服従いえ、これは服従ではなく、単純に聞いてあげたんじゃないかな。どうしたいのって。そしたら私も世界救いたいって言ってくれたのかな。はい、ケイがアリスのお願いを聞いてくれました。でもアリス一人ではできません。今のアリスにはみんなの力が、そしてリオ会長の力が必要です。わ、私の顔を見せてください、リオ先輩。お、先輩って呼んでくれてる。そうだな、可愛い後輩だからな私は、あ、出てきた、リオ会長。アリスはリオ先輩と会いたかったです。会いたかったって言ってくれるんだ。あんなひどいことをしたのに。おお、すげえ。投影映像だとしても、投影してる映像だとしても二人が向かい合ってんのいいな。なんだか前よりも痩せたように見えます。ちゃんと寝ていますか、アリス。私は自らの選択であなたを。リオ先輩、アリスに謝らなくても大丈夫です。もちろんあなたは私を許さないでしょうけど、許す必要はありません。なぜなら仲間同士は言葉にしなくても気持ちが伝わるものですから。伝わってないけど、多分今伝わってないぞ今リオ会長に伝わってないぞ、多分君の気持ち。私があなたの仲間。はい、リオ先輩はアリスの仲間です。リオ先輩はこうして先生やひまり先輩、それにみんなを助けているのですから。だからアリスたちはもう仲間です。 でも私はあなたを。大丈夫です。ははは、確かにそれはそう。うん、いろんな作品あるけどな、どんどん仲間になっていくパターンあるからな。敵が基本仲間になっていくゲームもあるからね。序盤のボスが後半で仲間になるのはよくあることです。お約束の展開だって聞きました。だから大丈夫です。そんな、軽そうにって思うんだろうな、リオ先輩からしたら。リオ先輩はこの世界を守るために誰より頑張った人です。うわぁ、ちょっと泣きそうやわ、これ。これいいセリフやね。そんなすごい人に、アリスの仲間になってくれてありがとう。と伝えたかったんです。
私はあなたを。リオさん、なんでスーパーノヴァ持ったん？どうするんだ、そもそも。でも接続するって何？よくよく考えたら、なんでスーパーノヴァ持ったん？あれかい、アトラハシースのプロトコルを使って自分がアトラハシースと同じ存在になることで、それで攻撃すれば攻撃が通るってこと、もしかして。では始めます。ここからはアリスのターンです。アリちゃん頑張って。お願いアリス、魔王城ぶっ飛ばして。魔王城、確かに魔王城だな、あれは。アリスちゃんお願い。やっぱそういうこと、アトラハシースと同じ存在に自分がなることで、その状態で攻撃をすれば攻撃が通るのではないか。AL1S に接続された利用可能なリソースを確保するため、全体検索を実行。リソース領域拡大。何と接続するん？お、ウトナピシティムと連携している。天敵なのに。激アツやん。リソース名。ウトナピシティムの全体リソース。9999万ヘクサバイトデータを確認。多すぎるだろ。ヘクサバイトの時点で多いのに、万って。想像できねえ。現時刻をもってプロトコルアトラハシス稼働。コード名アトラハシスの箱舟、起動プロセスを開始します。箱舟になる、かっこいい。王女は鍵を手に入れ、箱舟は用意された。あ、混ざっている。名もなき神々の王女AL1S が承認します。ここに新たなサンクトゥムが舞い降りん。かっこいい。サンクトゥムって聖域って意味なんだ、そもそも。かっこいい。激アツやん。おお、スーパーノヴァが私のこれクリックする必要ある？ないな。私の大切な、なんかアリスよって AL1S よって書いてあったよね、ボリューム2プレイした時は。アリス AL1S って呼ばなくなった。ケイさんが呼んでる。おお、ここで 2B コンティニューだ。気になりすぎるぜ。どうなんの打ち込むの、どうなんの。あ、戦闘がある。14に。なんだ、どうなんの、え、どうなんの、どうなんの歌い出しちゃった。どうなるのか気になりすぎちゃって。始まったのね。アトラハシスの箱舟の基本概念は、周りのデータを収集し変形させること。おお、そういうものなんだ。じゃあ確かに相手がまた変形してきたのは当たり前か。それに対しコピーではなくオリジナルが、オリジナルの存在が介入したのなら、多次元解釈とは関係なくあのバリアを貫通できるはずよ。あの時要塞都市のデータで生み出されようとしていた箱舟は巨大なシェルターの形をしていました。あ、そうだったっけ。あんま覚えてないな。おそらくリオ、あなたの心に救った恐怖が投影された要塞都市を基盤として構築されたからでしょう。じゃあ時と場合によって違うってことであれば、今のアリスが生み出した箱舟は、え、巨大放題じゃね。じゃああれじゃない、リオ会長は閉じこもりたかったんでしょ。なんか被害が起きてもエリドゥという都市を作ったのも、そもそも守れる最強の都市みたいな、逃げ込めるエデンみたいな場所を作りたかったのがリオさんなんだとしたら、なんだとしたら、アリスちゃんが用意するのは超巨大放題なのでは。どんな敵をもうがつ最強砲台ができてしまうかもしれない。要塞ではなく。ウトナピシティムのデータが分解されて再構築されている。本当にこれでいいのかい。あれ銃とは思えないあの大きさ。もしかして。あれは私たちエンジニア部の会心作。って、この大きさが桁違いじゃないですか。あれは、光の剣。激熱い。
作られたのが箱舟じゃなくて剣。ええ、あれが本来アトラハシースの箱舟であり、アリスの心を基盤として構築された勇者の証。そうですね、名付けるとすればかっこよ。セコロンついてるやつ、 RPG 後半で手に入って主人公しか装備できないやつ。光の剣、アトラハシースのスーパーノバでしょうか。充電完了。撃つぞ、あの黒い球体ぶっ壊すぞ。ターゲット確認、出力臨界点突破、魔力充電 100%、 いきます。悪を打ち砕く正義の一撃。そうね、アリス、ここはあなたたちの表現を借りるとしましょう。行け勇者よ、私たちの世界を救いなさい。もちろんです、アリスは仲間の期待に応えます。光、光よ、かっこいい。ぶっ飛べ、そのまま死ねえ。それじゃダメだろ、シロコちゃんとかプレナパテスさんだけじゃないんですよみたいな、あのプレナパテスさんだ、プレナパテスだっけ、プレナパテスさんだけじゃないんですよ、向こうにな、シロコちゃんもいるのに、そのまま死ねえって言っちゃった。光の剣から超高濃度エネルギーの発射を確認。エネルギーが箱舟にまっすぐ向かっている。ビームの軌道計算中、誤差は 0.003%、 問題ありません。発射されたエネルギーは間もなく箱舟の中央に届きます。ですが、ですが、そうですね、果たして箱舟の多次元バリアを光の剣が貫通できるでしょうか。いや、できるでしょ、できるできる、全然できる。アリス、アリス、絶対できるでしょ、できないわけないじゃん。きたー、こっちがオリジナルやぞ、顔怖え。ビビらせんな、今いい感じの気分だったんじゃん、こっちは。ビビらせんな、急に。こっちが穴を開けたことによって認識できたのかな、あのプレナパテスさんのことが。直撃です、多次元バリア粉砕、やったー。リオさん、よかったやん、仲間がやってくれたよ。本当に多次元バリアを貫通したのですね。多次元バリアが状態の共存を維持できず崩壊を開始しました。行くぜアリスさん、大丈夫そう。あ、あ、あ、アリス、アリスちゃん、しっかりして、力使いすぎた。あ、アリスちゃんは大丈夫なの。今安全な場所に連れて行ってるとこ。そんな、いえ、意識は失っていますが、アリスちゃんは無事です。はい、眠ってるだけです。医務室に連れて行って私たちが様子を見ます。ええ、頼んだわよ。先生がでも死なない限りはウトナピスティブの元船はアリスちゃんに攻撃しないのかな。約5秒後、こちらに衝撃波が来ます。皆さん、衝撃に備えてください。あー、あのぶっ壊した衝撃。多次元バリアの状態共存が消失、最終機能の停止を確認したよ。よし、ということは箱舟はもう無防備ってことよね。おー、衝撃が来た。これ先生も大丈夫そう。リン先輩、このチャンスを逃してはなりません。かっこいい判断、さすが早い判断、これがリーダー。ウトナピスティム、最大速力で発進します。今ですか。ここしかねえ。これで合ってる、敵に先手を打たれる前に突入しないと。はい、わかりました。最高出力で突進します。いっけーなんか撃ってきた。バリア衝突まで約3秒、撃ってきたんじゃないのか、超加速したのか、こっちが。うわー、大丈夫なんだよね。今多次元バリアが無力化された状態ですから、きっと大丈夫です。はい、バリアを突破し、このまま箱舟内部に突入します。衝撃来るよ、しっかり捕まって。衝突バリア突破、アヤネタン、あやねちゃん、あやねちゃんって言っちゃった。緊急制御、このシーンか、フォースピーブで出たの。はい、緊急制御シーケンス稼働。あやねちゃんも言いづらいし、相変わらず名前読めないぜ。
ウトラピシティムの元船、逆水力装置を稼働、エンジンへの過負荷に注意して。まもなく箱舟本体と衝突します。皆さん、さらなる衝撃に備えてください。箱舟外壁と衝突、そりゃぶっ込むよね。そうなりますわ、そりゃそうなりますわ。だが到着したぞ。さあ帰るときどうしよっか。7万5000メートルから降りるのひとまずは到着しました。はあ、成功したの。そうみたいです。ここが箱舟の中。はい、ようやく内部に侵入できました。よかった、大成功だね。はあ、寿命が縮みました。まさか本当にこんなやり方で成功するとはね。はあ、力に、足に力が入りません。本当に箱舟を対処しきれたなんて、このような方法で乗り切れるとは想像もしておりませんでした。そうね、本当にアリスが世界を救ったわ。いいえ、アリスならこう答えるでしょう。仲間がいたからやり遂げられたと。正確にはリオ、あなたがいたから、あなたの発想があったからだと。超天才美少女の私でさえもあのような発想はできなかったと思います。まあ、コピーなら本物であれば干渉できるんじゃねみたいな向こうがコピーならこっち本物やしな、つって。なんであれコピー持ってんだこの人。つうか、ひまり、私は今はまだですが、もしも私たちが世界を救うことに成功したのであれば、それはきっとリオ、あなたのおかげでしょう。そうだよ、リオが世界を救ったんだ。私は、リオ、どうした？え、なになに、どうした？え、どうした？え、うずくまってる。どうしたの？ほっとした？みんなに許された感じになったから。やっぱ人殺しを選ぶのは辛かったか。で、あの時の選択はミスだったんじゃないかとかね、いろいろ思いますよね、リオさん視点からしたら。お、寝てる？二人で。王女。え、なんで？え、さようなら？なんで？なんです？消えちゃう、消えちゃうの？え、いろよ、ずっと二人で。いれば永遠とちゃうの？どうしたの？え、どういうこと？さようなら、ケイ。これでアリスは。あれ？アリスちゃん側が消えちゃうの？ごめんなさい。アリスに教えてくれたのに。え、アリスちゃん側が消えちゃうの？なぜ？なぜ？力を使い切ったってこと？今ので。え？何？アトラハシースの箱舟を作ったら終わっちゃうの？王女の存在を消化することでアトラハシースの箱舟って作るものだったってこと？王女よ。あ、そうなんだ。ダメなんだ。でもケイちゃんは最初それが役割だと思ってたからやっただけだったってこと？王女の力、王女という存在を消化して箱舟を作るっていうのがアリスちゃんの機能だったってことなのかな。あなたはその力を使えば自身が危険にさらされると分かっていて、消えそうになってるね。自身の存在が消えるかも、命を落とすかもしれないというのに、私を皆を救うのであれば死をも恐れないのでしょうか。それがあなたの勇気、それが勇者なのでしょうか。いいえ、あなたは消えてはなりません。私はそれを拒否します。心配しないでください。あなたは消えません。私がそれをさせません。ああ、自分側が犠牲になるパターンや。嫌や。嫌すぎる。消えるべき存在は勇者ではなく、世界を滅ぼす道具であるべきなのですから。それが正しいのです。ですから。ああ、どんどん透明になってく。これで大丈夫です。
どうなっちゃうんですか。それと私に謝らないでください、アリス。あ、寝かせてった。ケイ。ああ、最初の CG だ、アリスちゃんがいた時の。今、服を着ている。アリス、夢を見ているのかな？優しい顔をしてる。よくあるそのパターンも、自分が犠牲になって消えてくラスボスパターンも。ボリューム2の一応ラスボスというふうに認識するのであれば、ね、裏ボスなのかな、正確には。と考えるのであればね、ケイちゃんもね、ボスかなと思ったんで、そう言ったんだけど。あれ、今アリスちゃんが何か言ってたよな。あ、アリスちゃん、ケイ？アリスちゃん泣いてるの？少しでも残っとらんのか、アリスちゃんの中にケイちゃんは。ん？何これ、ロボット？ん？ロボット？え、あん中にケイちゃん入ったんじゃね？そんなことないかな。なんか普通に、なんか最後あのロボット出してくんの、え、なんか意味深じゃない？だ、消えただけだったらさ、なんかあそこ最後のシーンがさ、花とかだとさ、あ、死んだんやなって思うけど、ロボットって出されると、ロボットってなるくない？だってもともとデータじゃん、あの、キーちゃんってさ、キーちゃんというか、キーというか、あの、ゲームガールズアドバンスにおったやん。ってことを考えるとさ、あれでもアリスちゃんの中の存在なんだとすると、あのロボットがあんのよくわかんないけど、あそこに残れたってこと？なんだあのロボット、そのうち出てくんのかな。突入しましょう。とりあえず僕がこれ以上分かっても、考えても分かんないと思うんで。はい、今私たちは箱舟の外壁に頭を半分埋めているような状態です。おー、確かにね。遠くから観測したとすれば、リンゴに爪楊枝が刺さったような姿かと。はあ、疲れた。皆さんご無事でしょうか。状況の報告をお願いします。多次元解釈システム問題ありません。ただ衝突の影響で抽出システムがダメージを受けたようです。まあそりゃそうだよな。クソエラー。エンジンは完全にシャットダウンしてしまって、再起動シーケンスも動きません。メインコントロールシステムも動作不能ですね。各エリアも通信もダメ。それに演算システムもボロボロ。なんでしょうか。うわ、サンクトゥム似た敵じゃん。こっちに向かってるよ。そらそうだろうな。うん。こいつらか。ぶっ殺そうぜ。こっちには一応兵力いるし、一応。乗ってきたし、一緒に。アービドスのメンバー出番や。ちょっと、全方向から向かってきてるじゃない。ん？来てるじゃないか。想定はしておりましたが、これほどまでに早く、まるで待ち構えていたかのような。まあ、私たち、敵の本拠地にいますからね。なんとかして止めないと。船が壊れたら一貫の終わりだよ。交戦できる人は。そうね、交戦できる人は。うへえ、おじさんたちの出番かな。ホルス。キボトス最強の神秘と言われている人が降り立ちます。星野先輩。準備万端ですよ。いつでも行けます。はい、それでは私がサポートします。先輩方は東側の通路の防衛をお願いします。それじゃあ行こっか。行くわよ。結構ザコ敵が多いんだったらさ、もっと兵力を乗せてきた方が良かったんじゃねえかって思うけどね。まあ、春菜さんたちも戦えるからいいか。それでは、ここは私たちにお任せを。うよった。なんでまた私が。美食研究会、いつの間に。それはそうだよね。お前らいつの間にって感じだよね。詳しいことはわかりませんが、ここでドッカーンとすればいいんですよね。ええ、私たち美食研究会は探求の邪魔をするものに背を向けたことがありません。そうだよ、宇宙食への旅路はまだ始まったばかりだからね。その旅路終わらないと思いますけど、うん、宇宙行かないからね、これね。ああ、まあ、猫の手も借りたい状況ですし。行きましょうか、私がサポートします。あ、このメンバーは、アコちゃんがバックにつくんだ。では、始めましょうか。アリスちゃん、今動けないからね。ここは私たちが守ります。ゲーム開発部、いつからそこにいたの？
アリスちゃんはまだ寝てるけど、私たちの力になれ、私たちが力になれたらと思って。そう、私たちと先生ならなんとかなるって。まあ、分かったよ。じゃあ私がサポートに回るけど、くれぐれも無茶しないでよね。ゆうかがサポートしてくれるならもう無敵じゃない。よし、行くよ。はい、よろしくお願いします。行こう、頑張ろうね。戦闘勢力が3つあるな。では先生、ウトナピシティムの箱舟防衛戦葬式をお願いします。これあれだ、絶対マップ攻略になる。対策委員会、ゲーム開発部、美食研究会のみんな、行こう。これあれだ、普通の戦闘じゃない、絶対マップ戦闘だ。嫌だ、めんどくさいんだよこれ。そんなこと言っちゃいけない。うわー、めんどくせえ。そんなこと言っちゃいけないよね。やりましょうか。おそらくカットすると思いますが、特殊な演出があればカットしません。はい、というわけでよろしくお願いします。変わんねえ演出、なんも変わんねえ。特に特殊なことなかったです。単純に3勢力操作して戦っただけです。やっぱ兵力的にはちょっと心もとなさ感じるけどな。メンバー的にはインカットはちょっと思う、正直。うん、あ、来た、アトラハシース箱舟占領戦だ。これであれだ、イベントになるぞ、とうとうイベント突入するぞみんな。よっしゃー。ってことは、あ、やっぱり2個分いつも出んのに出ないから、15やってイベント突入して16だ。やっていきましょう。今回多分15までにしようかな。ちょっといつもよりは短いかもしんないけど、ここで区切りたいと思います。よろしくお願いします。敵の撃退を確認、無事防衛に成功しました。前線お疲れさん。他に、ん？他は特に変な動きもなさそうだし。あったぞ。そういった直後に変な動きあるやん。何？爆発？爆発ですが、一体どこで？どこで？おー、白子ちゃん来た。君、瞬間移動能力持ってんの？あ、いつの間に中へ。白子。そっか、うん。結局ここまで来たんだ。結局ってことはやっぱり君タイムリープしてる？警告したのに。どうして？いや、このままだと終わるんだけど。ここは命の終わりしかないのに。え、でもここに来ないのも、サンクトゥムまた出てきてやばいんでしょ？白く先輩。お？止まれ。白子ちゃん。白子先輩なのよね。どう？あれ？帰ってった？ダメです、白子ちゃん。待って、白子ちゃん、逃げようとしてんのか？倒そうとはしてない。手榴弾。星野さん、何かした？手榴弾に対して。星野、ゲホゲホ。先生大丈夫？あ、先生をかばったのか。白子先輩はいなくなりました。やっぱり白子ちゃんはここにいたんだね。でもどうしてこんな、あんまり顔色を変えたような感じはしなかったが、はあ、今ので事態がさらに悪化したわね。エンジニア部聞こえる？船の状態見てもらえるかしら。乗り込んではいるの。うん、みんな怪我がないようで何より。戦艦の状態今確認してるけど、結構ボロボロ。箱舟との衝突でかなり様々なところに問題が生じてしまったようだね。それと今の爆発もさらに追い打ちをかけてしまったみたいだ。そりゃそうだよな。今からシステムの診断とダメージ分析作業に入ります。ですがあまり心配しないでください。根本的に直すことは不可能だとしても、再起動くらいはなんとかできるはずですから。そうだね。これを復旧しないと君たちが地上に戻れない。私たちも全力で頑張ってみるよ。遠隔で直すことなんてできんの？地上、君たちも地上に戻れないって言うけど、自分たちと同じような口ぶりじゃなかったから、一緒に飛んできてないと認識してるんだけど、合ってる？ただ私たちだけでは時間かかってしまうから、そちらの手も借りたいのだけど。誰か手が空いてる人はいるかい？私がやるよ。必要なことがあれば言って。
おー、わかりました、ありがとうございます。はい、それではよろしくお願いします。確かね、占領戦はなんかマスを埋める戦闘だったみたいな、若干記憶に残ってんだよな。確かどんな感じだったっけ。でも全然覚えてね。決まり、今の白子の空間移動、おそらくこの箱舟の演算能力を利用したものよ。あ、そういうことなの。空間すらも避けるの。ええ、ありえる話ですね。このアトラハシースの箱舟は次元を計算する演算装置、それを利用して空間を移動できるのでしょう。まあ確かにな、さっきそもそもなんだろう、こっちの計算じゃたどり着けないぜってなったのはさ、向こうがさ多次元に移動したからって話をしてたよね。あの僕らさ2次元ってさ3次元から観測できるじゃん。から一旦3次元に、2次元の人が3次元と2次元行き来できるとしたら、2次元から3次元に出て、3次元からまた2次元に入れば瞬間移動ができるじゃないですか。例えば漫画とかで1ページ目の世界があって、その後後半のページの世界があるとしたら、そっちに移動することはできるじゃん。それで瞬間移動って理論上できるよね。だからその後同じように一旦白子ちゃんを3次元だか4次元だかに引っこ抜いてから、またこの世の3次元に出してるってことだと思うんだよな。あの理論的にはね。彼女は随分と箱舟の能力を利用することに慣れているよね。と言いますと、つまり箱舟の演算能力を確保できれば、おそらくあれと同等の物理的な空間跳躍シーケンスが作れるはずよ。空間跳躍シーケンス。私は名もなき神の技術について規模と数値詳しいつもりなのだけど、未来の予知も一部とはいえ実現させたことがあるわ。未来を予測できるってこと？おそらく一度しか使えないでしょうけど、空間跳躍シーケンスが完成すれば、館内の全員を地上に移動させることができるはずよ。おお、そんなことできんの？じゃあワンチャンこの船が直んなくてもその手があるってこと？ふむ、なるほど。つまりニオ、あなたはエンジニア部が修理を完遂できないと考えているのですね。またこいつ人のこと信用しないでとか思ってんだろうな。エンジニア部を信用できないからという話ではないわ。そうですね、あなたはビッグシスターですもの。すべてに精通しているがゆえに、すべてのことに疑念を抱く。まるで信託を受けた王のように。あの王様の話だ、あったな、あの花子さんが教えてくれたやつね。え、何それみたいな、私知らないみたいなハテナマーク出た。あなたの不安や執念、その感情の大半は様々な問題を招きました。仲間を信頼できず、自分こそが正しいという独善的な思想に溺れていたから。そうね、否定はしないわ。私はそういう人間、ひまり。それらは私を形作っているもの。これからもきっと変わることはないと思うわ。軽蔑されたとしても構わない。そうね、何としても地上に返すっていう思考ゆえの判断でしょ。信用してないわけじゃないんだよね。あの、もしそれができなかった場合の代案としてこっちを作っとこうってことなんでしょ。うん。僕結構リオさんの言ってることが、あの、伝わるから別に嫌じゃないよ、リオさん。そんな嫌ってないよ。あの、ひまりさんはクソ嫌ってるけど、プレイヤーとしては別に全然好感持てるんだけどな。うん。結構そういう理性的というか理論的な人が僕は好きだから、なるほどなと思うけどね。でもこの船はあなたや先生、そしてここにいる全員の命を乗せた存在なのよ。であれば計画が失敗した時に備えなくてはならないでしょう。絶対に起こり得ない確率だとしても、打てる策は講じておくべきよ。こんな状況だからこそ私は軽蔑などしませんよ。私はあなたが嫌いなだけです。この差は結構大きいんですよ。嫌いなだけなんだ、軽蔑はしてない。心配してくださりありがとうございます、リオ。今なんて一番気になるところとか、一番重要なところ聞き逃すやん。エンジニア部の皆さんもあなたに感謝することでしょう。私、自分たちの失敗に備えてくれる力強い存在がいてくれるのですから。まあその分伸び伸びやれるってことがあるよね。切羽詰まると結構パフォーマンス落ちるからね。ウトナピシティムの元船なしにここから帰還する、そんな方法があるのであれば、それは大きな励みになります。ですから、よろしくお願いしますね、リオ。
ええ、分かった。少し時間をちょうだい。あなたたちが占領戦を進めている間に確認しておくから。それでは。じゃあ、リオさん、離脱か。じゃあ、残りメンバーで、一丁、占領しますか。へっつって。早く出ない、ここ。出てぶっ潰しに行かない、とりあえず。プレナーパテス。プレちゃんぶん殴りに行こうぜ、ひとまず。アトラハシースの箱舟への侵入はなんとか成功しましたが、今の私たちは敵の本拠地にいる状況です。いつ攻撃が始まってもおかしくありません。先ほどのような衝撃が続くかもしれません。つまり船の防衛にも同時に気を配る必要があります。じゃあ防衛班と侵略班に分かれようぜ。エンジニア部が復興作業をしている間、はい、ゲーム開発部や対策委員会、美食研究会の方々には襲撃から船を守る役割を担っていただきたいです。え、何これ、また動かして普通に移動するってこと？え、何、降りて普通に中を歩いてプレナパテス本拠地目指すみたいな感じじゃないの？まあ、プレナパテスさんがどこにいるか分かんねえか。そしてオペレーターやシャーレには次の作戦をお願いします。次の作戦、ここからが、ん？ここからが本番か。はい、これにより私たちはアトラハシースの箱舟を占領しダッシュします。そうだね。はい、終わった。さて、逆襲、移動しよう。さて、はい、残念ながらやっぱり僕の予想通りというか、前のパート、前々の前のパートあたりで言っていたように、もうクリアしてます。ごめんなさい皆さん。なので、こういう状況ですよね。そうですよね。どういう感じで進むんですか？ストーリーも、あー、それぞれこう、あ、結構短いの？アトラハシース占領戦開始。外郭エリア、カッコ1、カッコ2。2、3、4、中央エリアだ。これ入ってみていい？どうなる？なんかマス目みたいなの攻略した曲があるんだよな。そうそうそう、こんなん。コンプリート。待て、コンプリートしたらすぐに戻るんですか？待て、最終地区へのルートを確保します。ごめんねみんな、クリアしてるとこういうことが起きるんだよね。再戦闘ってすると戦闘できるんだよな、これ多分。そうだよな、再戦闘ってすると戦闘できるんだよな。あー、こんなだった、思い出したな。なんか各地区でゲヘナ学園を生徒したら攻撃力上がるみたいなプラスアルファがあって進んでいくってやつだ。あったな、そうだ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 。だから当時あんまりキャラ持ってなかったから困ったんだよな。だってレベルもそんな高くなかったし。はい、というわけですいません、クリアしてるということで大変申し訳ないんですが、どうプレイしていくのがいいんだろう。最後のところはボスっぽいから戦闘した方がいいのかな。こういうなエリアの1、あ、チャレンジエリアとかもあったな、それを当時。最後をやればいいのかな、多分。制御システムで多分ね、ここら辺の戦闘はただ単に雑魚敵との戦闘だったと記憶してるので、多分順番としてはまずプロローグっぽいこいつを見るでしょ。カッコ1見てラストのボスっぽいとこ見て、カッコ2見てカッコ1見てボスっぽいとこ見てって繰り返していけばいいかな。多分それでいけると思います。はい、今回は1時間ちょいぐらい収録してるので、一旦ここで収録を区切らせてください。次回はこのアトラハシース、なんで AHA なの、なんでここで点区切ってんの。アトラハシースなのに HA の間に点が入ってんのはなんで。ここの点いらんくね、なんで入れてるんだろう。巨毛のサンクテムは F の後に点あったよね。アトラハシースの後に A が入ってんの、なんか違和感ない？
まあ、区切りなんこれ。細けえこと言っちゃった。ごめんなさい、皆さん、申し訳ございません。クリアしている都合上、いろいろと出てしまって、本当申し訳ないんですけれども、次回はこのアトラ・ハシリス占領戦のストーリーを見ていこうと思います。今回の収録は以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。ムービンでした。バイバイ。